11月9日千葉ロッテマリーンズがついに決断を下しましたポスティングによる米メジャー球団への移籍に向けた手続きを開始することを発表したのですコンオフの米球界の移籍市場はフ安ン・ソトをはじめとする多くの大物選手たちが FA となり例年以上の盛り上がりを見せていますそんな中で日本からのメジャー参戦を決意した佐々木も 主役級の扱いを受けています。しかし最有力候補とされるドジャースへの移籍について、驚きの指摘が飛び込んできました。かつてレッズなどで GM を務め、米球界の移籍事情を熟知するジム・ボーデン氏は、米メ,メディア、ジ・アスレチックのコラム内で、ドジャースは佐々木にとって理想的な場所ではないと断言したのです。 今回は佐々木朗希のメジャー挑戦をめぐる意外な展開とその真相についてご紹介していきます佐々木朗希はポスティングの申請を通じてコンオフメジャー挑戦への大きな一歩を踏み出しました佐々木は入団してからこれまで継続的に将来的な MLB 挑戦について耳を傾けていただき 今回こうして正式にポスティングを許可していただいた球団には感謝しかありませんとお世話になったロッテへの感謝を示していますそして一度しかない野球人生で後悔のないようにそして今回背中を押していただいた皆様の期待に応えられるようにマイナー契約から這い上がって世界一の選手になれるよう頑張りますと強い決意を表明しましたただし メジャー挑戦には25歳ルールという大きな壁が立ちはだかります。大リーグには25歳未満かプロ6年未満の海外選手はマイナー契約しか結べないという規定があるのです。佐々木はメジャー契約なら少なくとも総額2億ドル。約306億円以上の価値があるとされていますが、 現在23歳の佐々木はこの規定によりマイナー契約からのスタートを余儀なくされます。さらに、現時点で最有力候補とされるドジャースは、24年シーズンにワールドチャンピオンとなった直後、3 9球団で最多の約250万ドル、約3億8550万円のボーナスプールを保持するスター軍団として、 佐々木がポスティングの第一次申請期限で、ボーナスプールがリセットされる12月15日までに公示すれば、必然的に獲得権利を得るとされています。ところが佐々木の実績に対する評価は賛否が分かれています。ある球団 OB は、今シーズンは佐々木自身初の10勝をマークした一方で、約2ヶ月間もコンディション不良を理由に戦線を離脱し、 プロに入ってから一度もシーズンを通じて先発ローテーションを守れないまま、いくらポテンシャルが高くても、そんな投手をメジャーがわざわざ獲得するのかと会議的な目で見る関係者もまだまだ多いと指摘しています。一方でメジャーのスカウト陣はむしろ、メジャーでも屈指の投手になれるポテンシャルがある上、所属球団があまり投げさせなかったために肩肘が綺麗な状態で獲得できる。 と、好意的な見解を示していますという声もあり、その評価は大きく分かれているのが現状です。なぜドジャースは理想的でないのか。かつてレッツなどで GM を務め、米球界の遺跡事情を熟知するジム・ボーデン氏が、米メディア時ア,アスレチックのコラム内で驚きの指摘を行いました。ドジャースは佐々木にとって理想的な場所ではない。と断言したのです。 その理由として。ロサンゼルスでは大谷と山本の影に隠れてしまう。すでに山本は大谷と同じチームにいることである程度の経験をしている。と説明しています。この指摘の背景には、佐々木の将来的な収入に関する戦略的な懸念があります。現在、23歳の佐々木が年俸調停権を得るのは2028年。 さらに FA 権を得るのは2030年のオフまで待つ必要があり、収入を最大化するには戦略が必要となります。ボーデン氏は、スポンサーの後押しがいる。と指摘し、ドジャースに行けば話題性が薄まるのではないかと懸念を示しました。実際現場からも不安の声が上がっています。佐々木は今シーズンもコンディションを崩して、 肉離れや体調不良で離脱。後半戦は未勝利に終わりました。今季佐々木は一年間を通じて戦うために、スピードボールを抑え気味に投球していましたが、それでも体調管理に苦しんでいました。球界の OB は、メジャー移籍を要望していながら、ゆとりのある日本球界でこれだけ怪我や体調不良を頻発させていては、 中4かが主流のアメリカでは戦えないでしょう。持っているボールは一級品ながら、体を頑丈にして、ある程度のストレス耐性を上げないと。と、まだ時期尚早と心配する声を上げています。佐々木は2019年にプロ入りしてから育成プランに沿ってた魔数が決められ、これまでメジャーに比べ格段に緩いとされる NPB でも1年間フル稼働したことはありません。 あの大谷翔平でも15勝してからポスティングとなりました。佐々木がどうしてもコンオフにメジャーに行きたいのであれば1年間通して活躍しその上でタイトル獲得は絶対に必要になってくるでしょう。という指摘もあり主要タイトルを獲得しないままのメジャー挑戦に懸念の声が相次いでいます。MLB チームのくどき文句、ベ紙・シ、ベースボールアメリカは 日本人スターの佐々木と契約するためのくどき文句と題した興味深い記事を掲載。MLB 全3 9球団それぞれの立場から、佐々木獲得に向けた魅力的なアプローチを紹介しています。例えばアリゾナダイヤモンドバックスは、ドジャースでプレーするよりも、ドジャースを倒す投手になる方が楽しいと思わないか 2023年にワールドシリーズに進出した若い才能のあるチームを提供できる。と、ライバルとしての魅力を提案。サンフランシスコジャイアンツは、米イエリアは日本人にとって完璧。補強にはすぐ帰れるし、コミュニティも活気がある。LA では大谷翔平や山本義信と一緒になれるが、サンフランシスコであなたは脇役ではなくスターになるだろう。と、 独自の魅力をアピールしています。対するドジャースは。私たちは君が欲しい。君も私たちを望んでいる。一緒に毎年のようにタイトルを勝ち取ろう。6人ローテーションの体制も整っている。私たちは日本で最も人気のあるチームだが、君が加わることでさらに次のレベルに到達できる。と、王者としての自信に満ちた誘いの言葉を投げかけています。 一方、ライバルのエンゼルスは。自分のチームで5番目のスター選手になりたくないなら、ぜひ来てもらいたい。大谷翔平、山本義信、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンの影に隠れる必要はない。マイク・トラウトも喜んでスポットライトを分け合ってくれる。私たちはあなたを中心にチームを作る。と、ドジャースの弱点をつく形でアプローチしています。 そして、ボーデン氏が推す有力候補のパドレスは、ダルビッシュ優やフェルナンド・タティス・ジュニア、マニー・マチャドラが負担を分担している。一度、街に来てほしい。ファンの情熱を感じてほしい。フィッシュタコスを食べてほしい。二度と帰りたくなくなると確信している。と、チームの雰囲気や街の魅力を全面に出してアピールしています。理想的な移籍先とは、 ボーデン氏は、彼がどこと契約しようとも注目されることは間違いないが、ドジャースのような球団が受けるレベルの注目は、若く発展途上の投手にとって最良の状況ではない。と強調しています。そして、私が聞いているところによると、ドジャースよりもパドレス、レイズ、メッツ、ブレイブスが佐々木と契約する可能性が高い。他にも候補に上がるチームがいくつかあるだろう。 とより現実的な移籍先を示唆しています。実際アトランタ・ブレーブスは君が勝ちたいのは分かっている。アトランタでは大谷翔平や山本義信の脇役になることはないだろう。と独立したスター選手としての道を提案。タンパベイレイズも球場が破壊され来年どこでプレーするのか分からない。それでも投手育成に優れて 毎年のように高投手を輩出している。と育成力を強調しています。佐々木の才能を評価する声は根強く、ニューヨークメッツは、2023年新人賞2位の戦が、広大と共に MLB で最も投手が有利な球場の一つで投げられる。スティーブ・コーンほど、勝ちにこだわる熱心なオーナーは他にいない。と環境面でのアピールを展開しています。 現在の状況で最も重要なのは、佐々木陣営がどのタイミングでポスティングを工事するかという点です。ボーナスプールがリセットされる12月15日までの工事であれば、ドジャースが圧倒的に有利な立場に立つことになります。佐々木とその関係者たちは、この時期を見極めながら最適な移籍先を慎重に選択していくことになりそうです。今回、 元 GM ボーデン氏が指摘した、ドジャースは理想的ではないという見解は、佐々木朗希の将来を見据えた重要な警告とも言えるでしょう。大谷翔平、山本義信が在籍するドジャースは、確かに魅力的な環境に見えます。しかし、23歳という若さで渡米する佐々木にとって、本当に最適な環境なのかという疑問は残ります。 MLB 全30球団がそれぞれ独自の魅力を提案する中で、佐々木はどの球団を選択するのでしょうか。パドレスやレイズ、メッツ、ブレーブスなど、佐々木の才能を第一線で活かせる環境を提供できる球団も複数存在します。そしてポスティングのタイミングという戦略的な判断も、佐々木の未来を左右する重要な要素となりそうです。 12月15日のボーナスプールリセットまでに工事するのか